どうも、九州タワーのです。大木です。はい、ということで、ちょっと本日なんですけれども、はい、ご覧の通りね、この感じ。もうね、お別れの方は2、3人おられるかと思います。おなじみですね。高円寺、ぶらり動画です。まあ、今回もね、ちょっとね、まあ、高円寺行ったらまあ古着の街なんで、ちょっと古着いくつかね、欲しいアイテムがあると。あるので、ちょっとそれをね、今回ね、目当てで来ております。じゃあ、まあ、何が欲しいかは後で歩きながら、ね、うん、ちょっと行きましょうか。行きますか。はい、ということで高円寺といえば、はい、ここです。ここ、ね、1000円分だけチャレンジします。 OK、うん、スクラッチ4番1000円分ください。おめでとう。200円。おめでとう。行きましょう。よいしょ。来ました。はい、ということでね、はい、まずちょっと来たのがこちらスラットさんですね。はい、ちょっとここにね、ついこの間インスタのストーリー見てたら、はい、あのリーバイスの501のね、はい、クラッシュデニム、はい、ボロいやつですね。そう、ボロいやつが入ってるの見て、あ、ちょっと欲しいなこれは、はい、ちょっとチェックしたいなと思ってね、はい、今回気になってピンポイントで来たわけですね。そう、ピンポイント、それならしてそれだけです、なんならちょっと今からね、中入ってあるかどうかチェックしていきたいと思います。わかりました。行きましょう。これですね。これです。むちゃくちゃボロいっすね。ありましたよ。そう、これ見てええ感じやなと思って、ボロボロが、うん、ボロボロ加減がいい感じ。サイズが34でね、少し大きいかもなんですけど、うん、ちょっとズドンと落ちる感じ。まあまあそうだね、いけるんじゃないですか。さすが、履いてみようと思います。はい、どうですか。ちょっと待って、かぶちょりどう。ちょっと短い。ちょっと短いんだよな。いや、多分これもう切ってるからね。切ってるから少し短いんだよね。いや、悪くないけどね。いいんじゃない。ありだな。どうしようかな。いや、ありでしょ。買っちゃう。買っちゃいましょう。早速、うん、早速買っちゃう。買っちゃいましょう。わかりました。行きましょう。行きます。行きます。行きます。何ですかそれ。ホンダ T。 ホンダ T ね。前職が自動車関係だったんでね。企業 T ね、うん、しかもホンダっていうのがなんかいいですよね。最近シュプリームとコラボしてるし。そうだね、うん、色味もね、ちょっとこう、そうそう、 でかくてホンダはね、結構でかいね。いいですね。身幅結構ある感じだね。いい感じです。そんな古くはなさそうですけどね。後ろこんな感じ。大きくホンダのロゴがあしらわれてる。いただきます。いいね。ということでね、こちら、はい、先ほどね、試着していたね、はい、リーバイスの501のクラッシュデニム購入しました、はい、まあこれはちょっとね、夏ね、楽しみの一着購入できたんでね。手頃ですし、値段も。そう、スラッツさんいいんですよね。僕も2000円ぐらいで T シャツね、はい、T シャツ購入しました、ね、どうする。じゃあここからちょっと近くに知り合いがいるので、うん、顔出しに行きます。顔出しに行きましょう。OK、分かったから行こう行こう。はい、はい、ということで、はい、アンコールさん来ましたね。いや、ここにはね、まあ、さっき知り合いがいると言ったけど、はい、キューティーさんで、あ、キューティーさんですね。そう、アンコールにいるかなと思ったら実はいなかったんですけどもでもそうだね、お休みだったね。はい、代わりにって言ったら変ですけど、成田さんが、僕らのチャンネルで俺たちの成田さんが久々ですね、来ていただくのも、はい、ちょっと行きたいなと思います。行きましょう。はい、こんにちは。あ、こんにちは。お久しぶりです。ちょっと見させてもらいます。いや、でも久しぶりにやっぱ来るとテンション上がっちゃうな。そうですね、ちょっとだけ下見せたんですけど、うん、テンション上がってましたね。テンション上がっちゃうよね、やっぱり。でも一応なんか探してるものがあったんですよね。そう、グランパを探してて、はい、けど多分俺が狙ってたそのグランパが物がないみたいな、ね、気のせいだったみたいな。そう、まやかしだったかもしれない。けどやっぱりこう見るとさ、うん、スモックだからさ、他に魅力的なものがありすぎてさ目移りしちゃっても大変だよ、ね、グランパとかだとね。あ、そうですね、その辺が大きい。とにかく竹が長いのがいいって言ってたもんね。そう、竹長いのすごく欲しくって、うん、色かな、紫だからな、悪くないんだけどね。うん、あれですよね、僕がおすすめしてた、あ、大輝おすすめのやつね。そうそう、グランパより
いやこれも僕がおすすめしてたというか、僕前回来た時にキューティーさんに勧められて試着もしたんですよ。あ、本当にめちゃくちゃ良くて、プリズナー、そうそう、これイタリア軍のプリズナーシャツって聞いてます。 C100 の結構がっしりした生地感ですね。ウェイトあるよね、しっかり。きなりですよね。きなりですね。でもちょっと大きいんで、ちょっと着てみてください。お、いいんじゃないですか。今日いい感じですか。とりあえずいいんじゃない。うん、ああ、いいね、うん、いいね、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと言ったり、袖今まくってるけど、多分そうまくらなかったもちょっとたまるぐらいですね、うん、どちらかといえば今、竹長めが欲しいんだよな。いいよね、でもこのシャツ、こういうということで、うん、ちょっと僕がね、気になったアイテムなんですけど、うん、ぜひ高尾さんにも来てもらいたいなと思って。ちょっと、色味といいよね、半袖っていうね。あ、そう、なんか珍しいって言ってた、ね、そうそうそう、らしいね。いや、形がいい、身幅と。ああ、うん、短丈で、ちょっと丈短いんかな。そうそうそう、ちょっと短い気がする、うん、やっぱ身幅の、身幅の割にね、うん、着てみるか。うん、ぜひお願いします。はい、ということで着てみました。どう、着てそう。でも着てなかったっけって。いや、着てないね、初めて着たね。いいね、めっちゃ形いいよ。あれ、あんまり響いてない。はい、ということでスペシャルなリネンのアトリエスモック、そうかっこいいね、これ。リネン100のヘリンボーンだね。ギャザーがもうね、たまらんすぎるっすね。そうだよね、うん、いやこの感じなんだよな。 いいよね、まあ、このサイジングもいいよね、身幅とこう、うん、A ラインの感じ、かっこいいよな、やっぱり。これにしようよ、もう。年代どんぐらいですか。30年代って書いてあるけどね。30年か、うん、20から30 100年経ってこの感じになりますね。いつか買おう、いつか。マジここ行きたいわ。そうだね。はい、ちょっと、ということでね、迷うな、すげえ迷う。いや、こっちもいいんだけど、ちょっとフェミニンな感じ。まあちょっとこの胸元のディテールがね、少しフリーズ入ってるし、まあ、シェイプが、そうそう、シェイプが少し細めだよね、うん、いや、どうしよう、迷うな、すっげえ迷う。はい、ということで買っちゃいましたね。結局何買ったんですか。結局あのリネンのホワイトリネンのスモックですね、うん、スモックを、はい、安かったですね。1万ちょっとだったんで、ね、1万2000円とかだかな、うん、そうするね。生地もいいし、そうそうそう、リネンのアイテムとグランパチとどっちのこう欲しいっていう、まあそうだね、叶えることができた、奇跡的に。はい、まあ、ということでね、はい、まあ、今回ね、うん、まあ、久しぶりに、うん、東京岡山動画高円寺編ということでね、こんな感じとなっております。はい、ということで次回ありましたら皆さんよろしくお願いします。お願いします。ぜひですね、こちらのチャンネル動画いいなと思った方はですね、グッドボタンとコメント、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ではお会いしましょう。